このうち四日市市霞ヶ浦球場ではこの夏の大会で共にベスト8だった津田学園と海星が対戦しました。試合は初回に先制された海星が3回、相手のエラーなどもあり一挙6点を挙げて試合を有利に進めます。一方の津田学園は4回、スリーランホームランなどで4点を返し勢いを取り戻しますが、その後のチャンスを生かせず逆転できません。海星はその後小刻みに点を加えてリードを保ったまま試合終了。13対9で津田を下して2回戦進出を決めました。今日の試合結果です。四日市市霞ヶ浦球場の第2試合は皇學館が暁を15対7で下し2回戦進出となりました。第3試合は桑名西が上野に12対2で勝ちました。津球場公園内野球場の第1試合は被災農林が被災に1対0で競り勝ち1回戦を突破しました。第2試合は近代高専が高田を6対2で下し2回戦進出です。第3試合は8対7で津西が四日市に競り勝ちました。ドリームオーシャンスタジアムの第1試合は白山が松坂に2対0の完封勝利、2回戦進出です。第2試合は5対1で木の本が伊勢に勝ち1回戦を突破しました。ライムスタジアム伊勢の第1試合は夏の大会でベスト4だった小物を伊勢工業が6対5で下し2回戦に進出しました。第2試合は7対4で夏の大会でベスト4だった松阪商業が宇治山田に勝ちました。